小山千尋さん、あ、はい、ね、グループなんですよね、はい、あ、グル、姉弟子、姉弟子みたいな感じでね、はい、いろんな勉強になりますか、やっぱ、はい、うん、めちゃくちゃ勉強になります。なんか聞いた話だと、はい、山堀って日差しが強いから、あ、はい、シールドを、あ、ちなみに中尾優香さんはどういうマジックをするとか、あ、あ、私これ私もそれ覚えてるわ。私この間本人にやってもらいました、それ。あのすごいマジック見せてよって言って、すごいドヤ顔でやってくれました。ちなみに本日は妹さんがいらっしゃいますけど、はい、妹さんも喋ったことないんですけど、はい、どういう方とか喋ったことありますか。あの今節、そう、今節喋ったんですけど、はい、全く一緒です。全く一緒、はい、双子。なんかさ、シールドの話してた、また聞いた。あの、あれね、あの、大山千尋さんがここ眩しいからサンレースとかシールド変えた方がいいよって、見やすいようにって言って、初日に借りたらサインするんですけど、そこに一人だけ名前書いてあって、パッて見たらその子で、その日めっちゃ曇ってて絶対必要ないのにっていう天然だなって大山さんに言われたから、そう、そのしっかり守って律儀に、はい、律儀な子、律儀な子なんだなって思います。純粋な、はい。はい、そうですよね。自分ちょっとよくわからなくて、もう朝一からつけときますってなって、朝一つけて、こっから明るくなるのかなって思ったらならなくて、けど特訓これで行ったんで、なんか変えたくないなって思ってそのままで行っちゃいました。ちょっと暗かったんですけどね。はい、大山さんの言うことはやっぱね、聞いた方がいいですもんね。でも、はい、もう最近はしっかり言うこと聞くように意識してます。はい、はい、昔は結構あれですか。いや、自分の中では聞いてるつもりだったんですけど、勝手に変なとこ行きまく、なんかもう全然違う方向性になっちゃってることが多かったんで、よく指定じゃない、なんて言うんですか、指示え、なんて言うんですか、よくなんて言うんですかね、よく自分の言葉でいいですよ、よく直されてました、あの、あ、指名、指摘、はい、指摘されてました。はい、それが言いたかったです。はい、それが言いたかった、はい、よかったです、分かって、はい、あの、前勤日の時、うん、なんか優香のガマ見たんですけど、はい、前勤日のなんかボードの中書いてるやつあるじゃないですか、はい、あれって映されてるんですか。自分って映ってました、もしかして。ボードのネタがもうなくて、ボードのネタか、あ、間違えた、ユーコなんかユーコリじゃなかった、パッて初でしたっけ、予選 突破のパッて、あの、自分本当に漢字あれ分からなかったわけじゃないんですよ。あ、そうです、はい、あの、突にパ、あ、突は知ってたんですよ、けどパが分からなくて、あの、聞いて、あー、そういうことだったんだって思ったら、パッパって書いてました。あの、突って書くの忘れてました。ボードのネタがもうなくて、ボードのネタか、あ、間違えた、水神祭の神って人ですよね。あ、神です。